ってるね、広島の日会えるの楽しみに待ってる。ありがとう。こんばんは。ポロンさん、花ありがとう。ダースさん、いいね、ありがとう。美味しかった、テイクアウト。うん、久しぶりに食べて。なんかね、チラシに入ってたんですよ、あのお家の広告チラシに入ってて、それでお姉ちゃんと食べたくなって、これ食べたいねって言ってたんだけど、テイクアウトしてくれたお姉ちゃん。こんばんは。休みは出かけるより寝てる派？寝てる派かな。結構寝てる人かもしれん。うん。熊手パパさん、花ありがとう。ひげメガネさん、花ありがとう。あ、支払いありがとう。ありがとう、忘れないように。ありがとうね、お話し会いっぱい申し込んでくれて。チキンの写真について聞きたいことある？え、なんだろう。え、シンゴさん、え、ありがとう。え、ありがとうだわ。今日ターンのレッスン、ありがとう。待って、これはじゃあありがとうね、嬉しい。シンゴさん、ありがとう。タワー、キャロットさん、魔女の帽子ありがとう。今朝ポストしたの、え見たよポスト。うん、出会って見つけた日のあれでしょ、ポストの日で、あれです、あれだよね。嬉しかった、あれ、ありがとう。もうあれだね、あっという間ですね。時が経つのは。これからもよろしくね。見つけてもらえて嬉しいです、私も慎吾さんに。ありがとう。こんばんは。キャロットさん、花ありがとう。朝起きて夜寝るまでに昼寝して時々起きて歌た寝をするみたいな生活やった。そうだね、結構そんな感じでした。うん、お昼寝めっちゃ寝た。そう、やっぱ起きてても眠たいし、ね、昼寝しても眠たい、今も眠たい。起きてたら一生眠たいので、うん、眠さに逆らわずに寝続けました。今日キャロトさん、花ありがとう。しんいちさん、ハートありがとう。こにゃころさん、花束ありがとう。ポロンさん、花ハートありがとう。リンくんかわいい、ありがとう。ユージさん、ハートありがとう。こんばんは。あのね辛くはなかった。今日の食べた韓国チキンのやつ全然辛くなくって、なんかカレー粉みたい、あの黄色い粉がかかってるのはチーズみたいなやつ、チーズみたいな粉がかかってて美味しいんですよ、あれと。ヤンニョムチキンを頼みました。でも辛くない、一番辛くないやつ頼んでる。あ、JMU 楽しかった、嬉しい、ありがとうね。私も楽しかった、クレのイベントね。10枚目のシングル発売変更、そうです、そうなんですよね、そうなんですよ。だからちょっとシングルの発売日がね伸びてしまったんですけど、その分そう楽しみが伸びたということで、カップリング曲とかもねまだ発表されたりしてないので、どんなカップリング曲があるのかとかもね、多分情報が出るのかな、もうちょっとしたら分かんないけど、みんなでもうちょっと伸びちゃったけど楽しみに待っててくださったらと思いますね。でもユミリンさんの卒業のさシングルだったから、なんかコンサートまでに発売できるっていうのがまあ一番良かった、なんか一番素敵な形だったなと思うけど、まあでもね、まあその分多分スタッフさんもメンバーもみんなで力を合わせて、さらによりその伸びた分いいものを作っていく期間に したいなと思いますのでね。うん、一番はやっぱりユミリンさんの卒業ま
より前に発売するっていうのがまあ一番ではあったけども、みんなでよりいいものにできるように頑張ります。だからユミリンさんの卒コンも待ってるね。え、みんな来てくれる？ユミリンさんの卒コン、グリーンアリーナの日11月3日、みんな来てくれるのかな。一般販売がねもうちょっとしたら始まるのかな。だから来てほしいです。グリーンアリーナ、自分たちが5月じゃなくなったのか、6月延期されて5周年コンサートの日にお披露目で立ってぶりのグリーンアリーナなので、私もね、みんな全員出演して、私も出演するので会いに来てほしいです。グリーンアリーナ待ってます。チキンと別の箱に入ってた丸いのって何？丸いのはね、チーズボールってやつだよ。中にチーズが入ってる。 TY さん、ハートありがとう。ひげメガネさん、千万両ありがとう。りょうじさん、花ありがとう。しんちさん、ハートありがとう。 N700 さくらさん、花ありがとう。え、決済忘れないようにね、みんな。うん、こんばんは。いもやむきちさん、花ありがとう。寝すぎいや、寝すぎなぐらい寝ちゃうんですよ、休みの日は足りないぐらい。こんばんは、いくらでも寝れちゃう。テイカーさん、ハートありがとう。マーキュル、アイスありがとう。ユニアズミのサイドポニーがめっちゃ好きらしい。あ、それも言ってくれた。うん、なんかレッスンの時結構サイドポニーすることが多くて、アズミンさんのサイドポニーも好きですポニーテール好きですって言われた時に一緒に言ってくれたよ。トシちゃん、だるまさんありがとう。昔からおじいさんお疲れありがとう。プータさん、かわいいありがとう。ダーさん、11月4日撮りました、ありがとう、嬉しいえ、楽しみ、お話し会オンライン待ってるね、ありがとう。プータさん、ハートありがとう。竹松るさん、かわいいありがとう。アルマサトリアさん、花ありがとう。本当？え、嬉しい。あずみさん、あずみさん、嬉しい。確かにスペイベの発表まだだね。うん、大天使嬉しいありがとう、ま、会いたいね、会いたいです。あ、有給取っていきます、嬉しい、待ってる。ユミリンさんの卒コン待ってます、待ってるね、会いに来てほしい。こんばんは、また1年半かな、1年半加入から1年半経ってもまたねグリーンアリーナに立てることなんてそうそうない。すごい、グリーンアリーナの上に立ってる私も見に来てほしいです。すごい、みんなで素敵な卒コンにしたいな。ユミリンさんの卒コン頑張ります、レッスン。あ、夜だけ参加嬉しい。昼だけ、あ、ありがとう、待ってるね。けんちゃん、ハートありがとう。ひーくん、ハート3連ありがとう。りんくん、ハートありがとう。アルマサトリアさん、花ありがとう。マーキュル、だるまさんありがとう。こんばんは、大阪当選したから誕生日お祝いしに行きます、嬉しい、ありがとう、待ってるね嬉しい、ありがとう。ひーくん、ハート3連ありがとう。りゅうやくん、ハートありがとう。アルマサトリアさん、花ありがとう。こんばんは。よし、じゃあだタワーのお礼しよっかな。まさたろうさん、だるまさんありがとう。みやこちゃん、尊いありがとう。アルマサトリアさん、花ありがとう。え、四国行きたい、四国また行きたいな、四国のお仕事したいね。え、時が経つの早い。え、10月もあっという間に終わりそう、マジで9月も早かったけど10月もあっという間に終わりそう。まさたろうさん、だるまさんありがとう。しーちさん、ハート3連ありがとう。ヌッシーさん、花ありがとう。ひげメガネさん、魔女の帽子
ありがとう。問題は、僕隊の初日ライジングホールズと日帰り難しいんやな。確かに。そうだよね。平日だしね。平日だしね。来てほしいな、でも。キャロットさん結婚して。ありがとう。あ、追加で取れたよ。ありがとう、嬉しい。ありがとう。みおこちゃん、花。ありがとう。藤玉さん。魔女の帽子ありがとう。じゃあ壇上じゃないわ壇上読めますじゃない、壇上早すぎる。じゃあタワーのお礼をしたいと思います。テロップいい書いとこ。コウジさん花ありがとう。今井向吉さんハートありがとう。ディオさんレインボースターありがとう。じゃん。じゃあまずはシンゴさん。シンゴさん本当に本当にたくさんありがとうございます。こう見えるかな、まず花火のクマちゃんタワーと打ち上げ花火タワー、ファイトタワー、頑張ったタワー3つと、キノコクマちゃんタワー、シルバー天使クマちゃんタワー、めっちゃ可愛いタワー、かぐや姫タワー、500日おめタワー、愛してますタワー、木のおうちタワー、たくさんたくさんありがとう。本当に本当にありがとうね、しんごさんありがとう。本当もう感謝なんてなんか簡単に2文字だけで表せるぐらい感謝してる。感謝なんてもう感謝どころじゃなく、もう感謝、もう本当にもう直接会ってしんごさんの顔見ながらもうありがとうっていっぱい言いたい言いたいです。本当にありがとうね、ありがとう。ちょっと待って、この次のページにメッセージがあります。ありがとう。メッセージはじゃん、しんごさんありがとうございます。読めた？オッケー、スクショ。ありがとう。ありがとうね、嬉しい。ありがとう。これから来週からお話が始まるからいっぱい話せるかな。楽しみに待ってるね。ありがとう、いっぱい話したいし会いたいです、慎吾さんに。ありがとうね。大好きだよ。続きまして、もりもりさん、ありがとうございます。ありがとう。お祭りタワー、打ち上げ花火タワー、シルバークマちゃんタワー2つ。ありがとうございます。で、お礼がこちらです。じゃーん、もりもりさん見えるかな。あ、はいって、ありがとう、よかった。これ見えてる？ちょっと今コンタクトつけてなくって、見えてるか、画面が綺麗になってるか、ね、見えてるか。ありがとう。
読めた、読めたかな。ありがとう、メーテル、ありがとうね、モリモリさんありがとう。なんかさ、メッセージ書いてたらさ、やっぱりさ、なんか今公演とかもないじゃん。10月も公演には出てないんですよ、今のところ。私お話し会もないから、なんかみんなに会ってないなと思って本当に本当にみんなに、あ、なんかみんなにあんまり会えてないなと思って、うわ会いたいなって思いながらメッセージ書いてました。みんなのメッセージ本当にね、 あそうなんよね、会える機会がねないんですよね、ないよね。私ツアーでめっちゃ会えてた分、またなくな、一気になくなっちゃった感が。あと9月も割と公演出てたので、オープニングアクトがあったしね、9月までは。私花種も2回出てたから、一気になんかみんなに会えなくなっちゃった感があって、すごい寂しい。そう、クレが久しぶりな感じね。そう、あった、すごいクレが久しぶりって感じでした。10月はいっぱいあるかな。あ、11月か、お話し会も始まるし、でも僕対公演も始まるから、たくさん会えるようになるかなって感じですね。11月会いたいですね。じゃあ続きまして、リオさんありがとう。え、500日おめタワーと花火のくまちゃんタワーありがとう。リオさんありがとうね。イエイ。あとね、昨日の話にちょっと戻るんだけどあ、デスクスできたかな。オッケー、あ、ありがとう。あ、リオさんありがとう、ありがとう、ありがとうね、リオさんいつもありがとう。なんかさ、昨日のね話に戻るんですけど、ファンの人の特徴みたいな話、あと1個あるわ。みんなが優しいのはそうなんですけど、あのね、あずみんファンの人ね、あのね、優しいのもそうなんだけど、顔も優しい。みんなみんなね、笑顔が素敵な方多いこれマジですごい、なんかね、安心するんよね。安心する人、顔が安心する人多い。 めっちゃわかる。わからん何それ、え、変態じゃないよねえ、そこはぶり返さん、変態じゃなくて、これめっちゃいい話、めっちゃいい話。そう、表情が、うん、が多いなって印象。顔が安心する、そう、顔が安心するよ、すごい、なんかマジで結構安心する、みんなめっちゃね。いや、なんかあずみんのファン、あれかな、あずみんのファンだから安心するのかな、安心感があるのが、安心する顔だからなのか、安心感が、みんな安心、あ、なんか安心するあずみんのファンだから安心してるんかもしれない、もしかしたら自分が。それもあるけど、安心するよね、なんかすごい。フェアチャイルドさん、ハートありがとうまあ、いい人が、優しくていい人が多いんですよ。うん、優しくていい人が多くて変態。みんな安心しない顔ってどんなのよ。確かに逆にね、いや、それ言われたら分からんけど、自分も逆に安心しない顔ってどんなのって言われると、ちょっと難しいな。うん、それ言われると、それ言われるとちょっと分からんけど
だけど普通にアズミンファンだけ安心するんかもしれん、自分が、あっアズミンのファンの人だと思うけん、みんな見たら安心するんかも。なんか奈良西さん花ありがとう、しみこうさん花ありがとう、ディネさん花ありがとう、わたさんハートありがとう。次のお話からみんなで鬼瓦みたいな顔して並べばいい。いやそういうことじゃない。いや逆に怖いわ、みんな鬼瓦みたいな顔して並んでたら。そういうことじゃない、そういうことじゃないんですよ。ネクロさんだるまさんありがとう、ぬしさん花ありがとう。そうだね、お話し会楽しみですね。あ、好きですよお話し会は、みんなの顔見てお話できるから早く話したい、早く、もう今週だよ、でも今週末ですよお話し会。では続きまして、りっくん花火くまちゃんタワーありがとう、ありがとうございます。りっくん言うかな、こんばんは、あ、いた、よかった、読めた、スクショできたかな。ありがとね、読めたかな、スクショできた、ありがとう。じっくり読んでね、ありがとう、頑張ってね勉強。頑張ってね、でまたいっぱい話そうよ。タンタンさん花ありがとう、ありがとうございます。まもるさん魔女の帽子ありがとう、え風邪ひ、いやわかんない、めっちゃ鼻がジュルジュルする。風邪ひいたんかな、でもなんか、うん、なんか鼻声だよねちょっと、でもなんか風邪最近流行ってんのかな、周りで鼻声の人よくちょっと見かけるかもしれん、花粉症かな、鼻がちょっとジュルジュルしちゃう。気をつけよう。あずみんからの世界一頑張れる、本当に嬉しい、頑張ってね、うん。頑張ってほしい、本当に大丈夫大丈夫、うまくいくよ絶対に。まもるさん花ありがとう、あのでやられてるんだ、でもあれだよね、気温が、気温の変化とかによる風邪あるよね、それと花粉症か、え、そう、ナンピも今ちょっと風邪気味、そうなんよ、ダンスの先生も風邪気味っぽくって、花粉症なのかな、だから原因が原因不明なやつ、花粉症なのか風邪なのかって。ティーヒロさん、だるまさんありがとう、リモさん回復薬ありがとう、アレルギー、何のアレルギーだろう、マキちゃんハートありがとう、寒暖差アレルギーっていうのがあるの、え知らないそれ、寒暖差あるよね、でも絶対、とっちゃんぼやさんハートありがとう、熱とかない、しんどくもないんだけど鼻が今ジュルジュルしちゃう、じゃあまやさんハートありがとう、たくさん、じゃあ続きまして、瀬戸内のミニマロンさん花ありがとう、ひげメガネさん花ありがとう、あちょうどひげメガネさんだ。ありがとう、ギフトくれた、ちょうどひげメガネさんだよ、打ち上げ花火タワーありがとう、タイミングいいね、ありがとうね、嬉しい、
読めたかな。あ、よかった。なんたる偶然ね。偶然ですね。タイミングよく。よかったよかった。ありがとう。読めた。スクショできた。できたかな。これさ、毎回思うんだけどさ、あのこれプレゼントできたらいいよね。このタワーの俺スクショして、あの配信で紹介してスクショしてもらった後にみんなに配送とかできたらいいのにね。手元にもらえたら嬉しいよね。これ絶対みんな、せっかくだから、私もせっかく書いてさ、プレゼントできたらなって思う。これまあ難しいかな。ねえ、欲しいよね。ね、できたらいいよね、めっちゃね。プレゼントサービス。続きまして、ゴンちゃん、ありがとう。ゴンちゃん、え、読むの忘れてた。タワーのやつ、花火のくまちゃんタワー、ありがとう。くまちゃん、ありがとう。読めた？あったよ。でもあずみんの手元に残ってるのもいいと思うのよ。ああ、なるほどね。確かに、ずっとだってあるもん。全部残してるよ。残ってる手元に。のぶろぶいさん、ハートありがとう。アネミン認知、え、でもアネミン認知、これの話なんだけど、あのタワー書いてる時にお姉ちゃんが横覗いて、でちょうどあのゴンちゃんの書いてる時にお姉ちゃんが覗いたら、あ、知ってるよって。あ、これ知ってるよこの人って。覚えた、あずみの配信聞いてたら覚えたって言ってて、何人か言ったんですよ。これ誰々さんわかる、誰々さんわかる、誰々さんわかるって言ったら、結構ね、結構あのね、覚えてたっていうか、わかるって言ってた。お姉ちゃん、そう、結構わかるって言ってた。だから私が配信とかで誰々さんありがとう、誰々さんありがとうっていうの結構聞いてるっていうか、聞こえて覚えるらしい。のぶろぶいさん、ハートありがとう。アメミン認知、そう、認知が。そう、すごい、だから覚えてるかもよ。覚えられてるかもしれない、みんなも。密かにお姉ちゃんに、よしさん、ハートありがとう。まきちゃん、花ありがとう。メル君結婚し、これと覚えてもらおう。メル君結婚してありがとう。結婚してギフト投げ続ければアネミン、いや、そういうわけではない。そういうわけではないんじゃないかな。お子さん、花束ありがとう。アネミンさんに向けたギフトですね。え、私ないの？アネミンさんに花束なの？聞いてるかな今も。ありがとう。 TY さん、花ありがとう。ねえ、そう、もうここにあのね、お部屋が2部屋しかないので、扉の向こうにいるんですよ。だから聞こえてるらしい、結構声が。こんばんは。うん、そうだ、変なこと言えないよ、いいな。
変なこと言ってる。そうだよ、今度から変なこと言ったら名前付きで言うよ、変なこと言ってる人誰々さんなんとかって言わないでよって、名前付きで読み上げますよ、変なこと言ったら。特に弟くんに言っちゃいたいと思う。どうだろう、もたまに配信見てるって言ってたから、もしかしたら認知してるかもしれないね。弟も聞いてみよう。鼻細くして、ね全然違わない。見れるよ鼻細く。鼻細くはなんと、いやね、この前須田きゅんにね出演したんですけど、その須田きゅんのなんかアフター映像みたいなのが YouTube に載ってて、その YouTube の映像で私のね、実はめっちゃ地味な特技の、地味に特技の鼻を細くできるっていう特技があるんですけど、あんまりやることのない、これまでやったことのない、披露することのないなかったこの特技を須田きゅんで初披露してるので私の鼻細くしたい特技見たい方は須田きゅんのアフター映像見てみてください。鼻細みんっていう告知を入れちゃう見てみてね。そう、こんばんは。そうだよ、ノーハンド、しかも一吸いで今いけるかな。今いけるわ、こんな感じちょっと鼻水がジュルジュルしてるからちょっとやめとこうかな今うん、見てみてください。 YouTube の方の、須田きゅんの YouTube で一吸いでできちゃう特技。じゃあ続きまして、みゃこちゃんありがとう。くまちゃん探偵タワーと500日おめタワー、一尺玉タワーありがとう、たくさんありがとうございます。エスター H さんハートありがとう、ありがとう。メッセージは次のページに書いてます。ありがとう。ありがとうね、いつも。こちらこそだよいつもありがとう。じゃーん、メッセージです。みやこちゃんありがとう。ハート、スクショできた？できたかな？オッケー。ありがとうございました。ありがとう。キルン。やばい、ツアーがもう懐かしい。できた？オッケー。大切に読んでくださいメッセージ。ツアーがもう懐かしいね。ツアーの時みたいに会いたいもん、みんなに。めっちゃ会ってたもん、めっちゃ。だってステージあったもんね、8月7月。みんなに会える時間がいっぱいあったから。こんばんは。僕隊が楽しみだな。
こんばんは。よし、じゃあ次はじゃん、けいさんありがとう。きのこくまちゃんタワーありがとう。まさたろうさん、だるまさんありがとう。ありがとう。パー。オッケースクショできた。ありがとう。親バチ決めからえ、そうだね、チキメンツアー、チキメンの後じゃない、ツアーって千秋楽、千秋楽じゃない最後。うんうんうん、チキメンからの千秋楽だ。こんばんは。ソラさんがゼミのこと、体調のことすごい心配してた。あ、本当にソラさん、ソラさん、今私もね、ソラさんにめっちゃ会いたいんですよ今。ソラさんにめっちゃ会いたいんですよね。うん、チキメンの後千秋楽。ミンミンさんハートありがとう。三兄弟の他の声で席待ってません。持ってください。セキュリー持ってお願い。持ってほしい。エスタンダイチさん音符ありがとうね。今年の夏あずみの絵巻きついた。いや本当に私めっちゃ会えたもん、みょうみょうに。ねえ楽しかったね、すごいね、本当に楽しかった。会いたいね。けんちゃんハートありがとう。ひげめがねさんハートありがとう。会いたい、やっぱ冬は人に会いたくさせるんですよ。会いたいもん、なんかみんなにも会いたいよ。みんなにも会いたいですよ。みんなにも会いたい。みんなに。こいさん花ありがとう。会いたいね。でも会いたくなる冬が始まってからお話し会が始まるから、みんなに会える、ちょうどああ人に、誰かに会いたいって気持ちの時にみんなにたくさん会えるから嬉しい。え、ドリミネーション見に行きたくない。え、めっちゃスペイベイルミネーションめっちゃ良くないですか。スペイベでイルミネーションとかあったらいいね。めっちゃ最高な、冬らしくっていい企画、スペイベイルミネーションね。小指の長さ。なんかさ、サンキちゃんにねこの前手にぎにぎされて、めっちゃ「あずみんさんの手かわいい、あずみんさんの手かわいい」ってめっちゃにぎにぎされたんですよ。赤ちゃんみたい、赤ちゃんみたい、かわいい、小指がかわいい、かわいいって。
めっちゃにぎにぎされた私の手。やっぱちっちゃいらしいね、小指。これ生で見に来てほしいな。めっちゃちっちゃいからね、本当にこの爪。でなんかなんかね、私とくるくるがレッスンの時とかに2人でクークーと2人で話してる姿がなんかすごいほっこりするって言われて、ゴッティとリチャに。なんかすごいシルバニアファミリー見てるみたいって言われたんですよ。すごいほっこりして癒されるんですよねって言われて、初めあ嬉しいと思って、あ本当にって言って嬉しいって言ってたら、はいシルバニアファミリーみたいでってバカにしてないそれって言って、シルバニアえバカにしてるもしかしてシルバニアファミリーって言ってたら、違います違います、天使ってことですみたいな、妖精がいるってことですって。かわいいシルバニアファミリーらしい。面白いよね。うん、でも言ったっけなこれ、千秋楽でさ剣別ワンピース着たじゃんか、あれをレッスンのリハーサルの時にフィッティングしたんですよ。でその私は剣別衣装、今回の千秋楽の時赤色を着たんですけど、広島県のフィッティングで赤色着たらさきちゃんに「あずみーさんシルバニアファミリーみたいですね」って「シルバニアファミリーみたいで可愛いですね」って言われて、えあ褒めとるそれ。だってシルバニアファミリーってな、嬉しいのか嬉しくないのか分からんのですよね。シルバニアファミリーって言われました。そうマネージャーさんに言ってもシルバニアファミリー、確かにシルバニアファミリーだって言われて、ドラゴンシャークさんハートと、だるまさんありがとう、ライジングさんハートありがとう。そうどこ行ってもシルバニアファミリー何しててもシルバニアファミリー。ちっちゃい件かな、わかんないけど、ちっちゃさがシルバニアファミリーなんかな。うん、あずみもシルバニアファミリーらしい。質感がフェルト、えそういうこと、絶対違うじゃん、あずみの質感、質感で絶対言ってないシルバニアファミリーって。そう、えそうよ、マネージャーさんも否定はしてくれんかった、確かにわっはっはっはってシルバニアファミリーだね。そこにいたみんな相違、みんな誰も違うよって人はいませんでした。その場にいる人みんな納得してたシルバニアファミリーに。まあ確かにあの時の剣別衣装、剣別ワンピーは確かに衣装、服装が、あのワンピース自体シルバニアファミリー感あった、めっちゃあったっちゃったけど、その可愛いワンピースにちっちゃいをミニマムな私アズメンが着ちゃったから、そうギンガムチェックのね、あのワンピースだけでもシルバニアファミリー感は確かにある。いやちょっと褒められてるのか分かんないですよね、シルバニアファミリーって純粋に喜んでいいものなのか、ちょっと喜んでいいのか分かんないんだよな。よし、じゃあ続きまして角さん、頑張ったタワーありがとう。ありがとうございます、ありがとう。けんちゃんハートありがとう。つのさん頑張った。
バラありがとう嬉しい、読んでね、ありがとう。スクショできた？読めたかな。読めました。OK。DY さん、だるまさん、ありがとう。いいウィンク待ってて。ウィンク。こんばんは。でもウィンク、あのね、ステージの上でウィンクってするのめっちゃ上手になった。ツアーで上手になったかも。ツアーで鍛えられた、結構。こうやってするの。アズミファン見つけてってするの、さりげなくこうやって入れ込むのがちょっと上手になりました。最近ゆずきちさん、バラありがとう。本当待っててね、ウインクウインク待ってて。ゆずきちさん、花束ありがとう。それがファングフェスにつながったと。確かに、え、確かにね、確かに。あのファングフェスのウィンク写真、ほんまにレアだよね、あれ。確かにそうか。え、ウィンク大会、え、送るウィンク送るじゃん。ウィンク、ウィンクシャワー、あずみのウィンクシャワー、あの写真すごいよね。お、明日、え、おめでたい。じゃあ明日祝わせてくださいそれはおめでたい。最後の日、誕生日の前日ってちょっとドキドキしない？ワクワクするよね。ミキヤくん、グハートありがとう。エスタンダイチさん、ググありがとう。ケンジさん、だるまさん、ありがとう。じゃあラストかな、タワーのお礼ラスト。カイトさん、宝がたくさん、タワー、これちょっとごめんなさい、タワーのさ名前がわからんくって、すごい、絶対こんな名前じゃないけど、宝がたくさん、タワーありがとうございます。ありがとう。こんばんは。いるかな。ないかな。いないかしら。カイトさんいないかな。いないかな。もし送れる人がいたら送ってあげてくださいね。くださいな、くださいな、お願いします。いないかもしれない、もしかしたら。ありがとう、カイトさんありがとうございます、ありがとう。じゃあ以上でタワーのお礼は以上かな。みょうこちゃん、バラありがとうございます。遅くなっちゃってごめんね。あ、送っときました、ありがとう、優しい、ありがとうございます。
9月と10月にいただいてたタワーのお礼です。遅くなっちゃって本当にごめんなさい。ありがとうございました。たくさんいつもタワーありがとうね。ありがとう本当に。配信も見てくれてありがとうございます皆さん。ありがとうミキヤくん、花ありがとう。じゃあちょっと残りの時間は久しぶりにこいつをしようかなと。こいつは何かわかりますか皆さん。こいつです。こいつが見えたということは、しようかなとタワーのお礼も兼ねてちょっとテロップを書いてとこ。YouTube にしとこうかな。のチャンネル登録お願いします。よいしょ。何歌おうかな。でももう時間も時間だ。ちょっとだけリプログしとこう。確かにバラードにしよう。これにしよう。こんばんは。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って、普通に吐いて、肩の力が抜けた。僕は僕のままでたまらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの未
るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされ僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ生きることは呼吸すること。急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていい。好きだ声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとう。俺も好きだ。君を好きになる力が抜けた。これ歌おう。これ歌ったことないかも。カラオケで「あれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう」「振り返ってみたとこでそこに何も残ってない」「だけどそっと目を閉じれば」今も浮かぶ青春よ。あんなに夢中で走ったあの頃、一人きりで生きてたらここまで来られなかったよ。どんな時も君がいて声をかけてくれたからだ。道はここで別れる。僕も新しい世界へ。最後に抱き合って、何も後悔なんかあるわけないってちゃんと言えたらかっこいいんだけど、この胸の片隅に引っかかってるものがある。人は誰も全てや
つめ合いながら何を話せばいいのだろう。思い出がただ溢れて君の顔が滲んできた。風がそばを吹き抜け頬の涙拭ってくれる。全てが優しくてどこに心残りがあるわけじゃなくて何もないとは言い切れないだけだ。でもそれは一瞬のセンチメンタルかもしれない。次の道に進むその分起点はためらってしまうもの。ここまでやってきたんだ自信を持とう。ございますね。明日も頑張ろう。本当にね、頑張ろう一緒に頑張ろう明日も、うん、めっちゃいい歌。あー、どうしよっかな。じゃあ最後にしよう。最後 STU の曲で聴きたい曲ありますか？ラトさん、タコちゃんありがとう。めっちゃいい曲やね、ほんまにいい曲。ゆずきさんも花ありがとう。うわって決めれん。どうしようどうしよう。いっぱい、待って、歌いたい曲いっぱい出てくるね。何がいいかな。まあでももう、ね、寝る前なのでしっとりとした感じの曲で言うと、いや、ない曲があるんだよね。人一の声、ああ、笑顔のチャンスとかないよね。あずきでしっとりあぶりしっとりあずき、何？筋肉を触らせてよバラードあずき、はよねんちゃい、筋肉休めんちゃい。うわ、悩ましい。思い出せる恋にしよう。好きだから私が好きな曲なので、まあ全部好きなんですけど、これはすごく好き。
どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして、何をためらうの。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんだ誰もわからない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい。そう涙以上に微笑んでいたい。ずっと指先を遠慮がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたっけ。うまくいってるのになぜか不安でいっぱいだ。初恋は誰も見な続かないらしい。何年か後にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年か後に振り返れば今日のことも思い出すよ。もうこんな出会いはきっとできないだろう。やっと夢が叶ったと思ったのに、これから先のこと考えたくなる。君と絶対離れたくない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい。そう涙以上に微笑んでいたい。ずっと優しく微笑む大切な君と約束したいんだ。忘れはしない。ありがとうございました。ありがとう。じゃあ男女読もう。13位つのさん、ありがとう。12位まさたろうさん、ありがとう。11位こうじさん、ありがとう。10位りおさん、ありがとう。9位もりもりさん、ありがとう。8位くまねパパさん、ありがとう。7位けいさん、ありがとう。6位ひげめがねさん、ありがとう。
っこいいマカロニ色鉛筆さんありがとう。4位メアコーちゃんありがとう。3位ゆずきちさんありがとう。2位こけ玉さんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバンシンガさんありがとう。タマーもありがとうね。ありがとうございます。あ、順位が変わった。3位から読もうかな。じゃあ3位こけ玉さんありがとう。2位ハッピーラブパワーさんありがとう、嬉しい。1位シンガさんありがとう。よいしょ。優しく微笑む大切な君と約束したいんだ、忘れはしない。10月16か。明日も10時過ぎぐらいなりそうかな、配信が。よし、できた。じゃーん、ありがとうございます。ありがとう。タワーのお礼もありがとうございました。たくさんタワーありがとうね。ありがとう。じゃあねえねえあずみんではありませんのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、おやすみー頑張ろうね明日も一日。おやすみなさい、バイバーイ。